渡辺明王将、37イコール名人。起用の3冠に、藤井聡太竜王、19イコール王位。明王。規制の4冠が挑戦する第71期オルソーク、バイ王将戦七番勝負、スポーツ日本新聞社ほか主催は、明日22日から大阪府高槻市で第2局が指される。21日には、 市内のホテルで前夜祭りが行われた。第一局で黒星を喫し、今局で星を戻したい渡辺王将は、対局上の山水感は静かな環境で、対局に集中できる環境を整えてくださっている。第一局の反響が大きかったので、そういった戦いを目指していきたいと意気込みを語った。一方、 連勝でリードを広げたい藤井聡太竜王は高槻に来るのは初めて2023年の新関西将棋会館の移転に先駆けて高槻市で対局できて嬉しい将棋の町として一層盛り上げていけるような熱戦にしたいと鋭い眼差しを見せたまた開催地を代表して浜田武史高槻市長が登壇 私も、将棋ファンの一人。王将戦を開催できることが嬉しい。昨年、高槻市に、新、関西将棋会館の建設が決定し、市内外からも注目を集めている。今後もこの王将戦を軸に、将棋振興を深めていきたいと挨拶した。前夜祭りは、新型コロナ対策を徹底し、 出席人数を絞って開催された。渡辺王将。藤井聡太竜王は、対局に備えて挨拶のみで退席。出席した将棋ファンは、わずかな触れ合いの時間を惜しむように、熱視線を送っていた。藤井聡太四冠に連勝なるか王将戦七番勝負、第二局を前に見分、藤井聡太四冠。 高槻市は落ち着いたところ22日から大阪府高槻市で始まる将棋の王将戦七番勝負の第2局を前に藤井聡太四冠と渡辺明3冠が駒などを確認する見分を行いました第2局の舞台は高槻市の温泉旅館山水館の寄品室で藤井聡太四冠が第1局に続いて勝利して 勢いに乗るか、渡辺三冠が巻き返しの一生となるのか注目されています。対局を前に21日は、使用する盤や駒、部屋の照明や暖房などを確認する見分が行われました。見分後、藤井聡太四冠は、高月氏の印象について聞かれると落ち着いたところで、 車に乗っていても不思議な感覚になりましたし、すごく都市と自然が調和している場所かなと思うと話しました。一方、渡辺三冠は、高槻市では3回ほどやっているので、安心して対局できる場所、1局目は負けてしまったが、内容はそこまで悪くなかったので、また、 そういう将棋を目指していきたいと意気込みを語りました。対局は22日午前9時から始まります。将棋、王将戦、第2局の前日見分入念に、渡辺明王将、時間の使い方が分かった将棋の渡辺明王将、37、イコール名人。清イコールに、藤井聡太竜王、19、イコール王位。王、 規制イコールが挑戦している第71期、王将戦七番勝負第2局が22。23日の2日制で、大阪府高月市の山水館で刺される。21日、同市に入った両有は対局条件分に臨んだ。今月 9?10 日の第1局、静岡県掛川市は、共に持ち時間各8時間を使い切って、 一分将棋の緊迫感の中、僅差で挑戦者、藤井聡太に軍配が上がった。先手番を活かして、タイに持ち込みたい渡辺は見分終了後、開幕局を振り返り、藤井聡太さんとは二日制は初めてだったが、一局やってなんとなく、時間の使い方が分かったので、二局目以降に望めるのかなと好感触をつかんだ様子。 コンディション的には徐々に良くなっている。一曲目は負けてしまったが、内容はそんなに悪くなかった。ファンらの反響も大きかったので、またそういった将棋を指したいと意気込んだ。